マリーアンヌ・ド・ブルボンマリーアンヌ・ド・ブルボンは、フランスの貴族で、ブルボン家分家のコンティコー、ルイアルマン一世の妻。ラ・プルミエール・マドモワゼル・ド・ブロワと呼ばれた。フランス王ルイ十四世と、長期ルイーズ・ド・ラ・バリエールの娘として、バンセンヌで生まれた。1667年に、王から認知され、1680年に、サンジェルマン・アンレーで、ルイアルマンと結婚した。 ルイ14世の諸子たちの中で最初に結婚したのがマリーアンヌだったため、王は喜んで娘の持参金に100万リーブルを送った。マリーアンヌとルイアルマンは結婚初夜から失望を互いに味わったため、同じ部屋で寝ることがほとんどなかった。そのため、夫妻には子供ができなかった。1685年、マリーアンヌは天然痘に感染して重体となった。 彼女は幸運にもしばらく後で回復したが、妻から移されたルイアルマンは助からなかった。1713年、未亡人となってからマリーアンヌは、パリのサントギスタン通りにあるホテルを購入し、1715年から、そこに落ち着いた。翌1714年には、ジョアジー城を買った。彼女はこの二つの不動産を死ぬまで保持し続けた。1718年、 彼女は、シャンシュル・マルヌに城を買うと、すぐに所有権を、いとこのドラバリエール公爵、シャルル・フランソワ・ドラ・ボームルブランに譲った。マリー・アンヌは、晩年まで、美しさを保ち、父親に出会ったという。また、彼女は、イボイモとマドモ・ワゼルドなんと、マドモ・ワゼル・ド・ブロアラ、ルイ14世とモンテスパンプ人の子供たちである二人と、仲が悪く、しばしば居酒を起こした。 1739年、マリーアンヌはパリで死去し、サンドック教会に葬られた。ありがとうございます。